読み聞かせ始めるよ<ー>ピザの宅配のお兄さんに出会いを求めるのは間違っているだろうか<ー>なるほど確かに今までにない感じ普通に考えたら「ピザうつるけ者でーす」って来てお<金>を渡して,渡してでもその、うん、さよなら」って感じだもんねそうだよねだからその間にアクションを起こさないとうん 普通の流れで終わっちゃうから。 難しいよっぽどうまくやらないとただの不審者になっちゃうからそう。まあでもこの企画何回かやってるんですけどただの不審者で終わった回全然ありますうん気持ち悪いただの気持ち悪いやつが出てきたっていう回過去ありますからねティッシュから配りの人ねあったねということで今回は時間との勝負じゃないわ今回はせっかく松岡さんがいらっしゃるのでピザの宅配のお兄さんを松岡さんにお願いしようと思いますはい。 で私たちは女子会をしていてピザを頼んだ女子2人ということになるのでうん、うん、今回は3人で出会いのコーナーをやるというどうやって出会うの <laughs> 難しいそれもできちゃうでしょでは出会えるのでしょうかはい行きましょうピザの宅配のお兄さんに出会いを求めるのは間違っているだろうかさあう

ありがとうございます。はそれそれ受け取って受ああ、でいくらでしたっけ？えっと千百八十円です。千百八十。あ、二千合ってた。はい、じゃ二千でお願いします。あ、あ、はい。あ、すいません。はい。このピザ違うんですけど。え？え？え、見てこれ。あ、本こんなパイナップルのピザ頼んでないよね。頼んでない。てかぐのピザだったっけ頼んだの。確かに。あれ？誰？本当誰？あ、あれ？ <laughs> 怖い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 怖め死いないで死ねいいでと怖い怖い,怖いえー、ごめんなさいあの実は隣に越してきたものなんですけど <laughs> ええンジンえ,えまさかピザを頼まれてるとは思ってなくてちょっとあのー、次のピザであのー、ちょっといらんなあのー、ご挨拶に来たんですよ 次のピザあの隣にこしてきたんで、隣って次のピザを経営するんです。いや違います違います違います。ちょっとあの家に何もなかったんで、あのちょっとあのご挨拶ということで、ピザを隣に、え、あ次のピザで買って、あ、次のピザで買ったピザをご挨拶に持ってきてください。ええ、宅配に封しててサプライズ的な挨拶。じゃあパイナップル来ても文く言えないね。そうだった。こ皆さんに行っている行事なんですか。はい。 このマンションには全員ここが最後なんですけどあ何十万最後すか金持ちだねすごいねあ稲荷ピザのあのパイナップル好きじゃなかったうん好み分かってるじゃんそうなのかなえいや何かでもえ会ったことあるんじゃないのどっかであじゃあすみませんあのえっとまあ隣に越してきたものなんではいこれからもうよろしくお願いいたしますあ、えどうするはい。一緒に食べるって言う え、いて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 、なんか、あのー。はい。あの。はい。あのー、あのー。よかったら。一緒にピッピーズ食べません?。あ、僕ですか?。はい。あ、え。あ、いいんですか?。いや。あのー。ね、せ、<お>ね<え>。今まで、あの、私で終わりでした皆さん。あ、はい、あの、結構。だい大体十件に一回ぐらいは。 受け取っていただけるんですけど <laughs> そこからねあやっぱもうこの経過するよね結<構><ー>確かにそうだねままじゃ女性多いしねでも祈り,祈り私はさ、うん、ほらもうフリーじゃないけど祈り今フリーじゃん、うん、知っちゃいなよ <laughs> <laughs> 本当知っるってだってパイナップルのピザ選んでんだよ祈りが好きなパイナップル、えー、でも最初めっちゃ怖かったよいや絶対話したらいい人だって 話題話題振って話題話題あパイナップル好きなんですかあ,あええ、あ<っ>大好きなんですあ,あうちの子が好きなんですよちあうちの子、ええ、うちの子えうちの子えとは犬ですか犬犬あうんペット禁止かこの場所そうだ、ね、うちの息子が好きなんですよこもちああ<ー>やっぱり二人で しなんだしどういうことだしということで発表えうわパパパパパパ息子のピザ息子が配った方がさ愛嬌愛嬌あったね手札よパパパパ来ると思う途中まではなんか出会いそうな感じ出会いそうでしたよいや私せ